はい、皆さんお疲れ様です。昨日の長時間動画いかがだったでしょうか。45分間にもわたってね、ちょっと詐欺被害に遭いましたということで、最後まで昨日の動画見ていただいたらわかると思うんですけども、僕がね、4年前に経験したちょっと金融機関とのトラブルといいますか、出来事をね、延々と語ったわけですけども、その時にですね、やっぱりその、昨日の話の流れでね、最後の方でその結局、副支店長と本人と、書類を揃えて持ってこいということになりまして、どう考えてもね、不思議というか気持ち悪いんで、何かやっぱりこう悪用されとるんじゃないかなと思ってまして、その時はですね、でこれなんかの時にちょっと証拠をちょっと取っとかないけんなと思って、その書類を持ってくる時にですね、とっさにちょっと iPhone をのその音声録画のボタンをね押して、ちょっと、その時の会話をね、録音しておりますので、それがまだ残っておりましたのでね、ちょっと今日はそれをちょっとノーカットで全編というわけにはいかないかと思うんですけども、ある程度やっぱり金融機関名ですとか個人名とかは伏せてですね、流れに沿ってちょっと聞いていただこうと思う、そんな今日は2021年7月17日でございます。それでは今日も長編になるかな、ハッピーチゲサイ。これまだいろいろ大変物語で、どうせしねえ、なしてそもそもこのことになったか分かってない、どういうことかちょっと説明してもらえるかやね。狭いどもの方はですね、どうぞ岡田さんの方に、ご融資のお願いしますか、こちらの方に参りやすいかとして、そこから狭いども、初めて落としていうこともあって、いろいろ、中で倫理といいますか、もしていくのにあたりましてですね、その先生とも担当で、倫理もそこも不足しているところもありましてですね、当初本来でございますと、当初お約束させていただいた日に、ご融資の方ですね、させていただこうというところで動いておったんですけども、まず倫理、狭いども今、システム上ですね、倫理のその、決済、それを本部含めました、決済を取ってからですね、最近書類をお母さんから頂戴をせにはいけん、これは本当の罪でございます。それが要は先に要はお願いしとる手前、意外に自分の本音のところに言いますと、事故の、数字のところもありましてですね、意外にはいけん、っていうところもあって、そちらの方をちょっとおろそかにしてですね、先にお母さんから最近書類の方をですね、頂戴させていただいて、要は倫理の方が決済が取れてない段階でいただいたもんですから、そしてその日のうちに、だから臨時のこの決済が折れずにですね、それがちょっと伸びてしまったということが最大の原因でございます。で、あなたの口座のということは、それは本当お母さんの方に大変ご迷惑をおかけするところなんです。それはまず第1回目でね、はい、2回目の問題だと、はい、で2回目のところもですね、それも私も含めてなんですが、私も一番の原因は管理不足というところでございます。で、再度林業を立ち上げようと思った時に、いろいろ財務の登録とか、そういった手続きのところでですね、やっぱり進めた本人の勉強不足および私の指導不足もあるんですけども、不慣れというところもありまして、結局その時にもう月末近くなってしまいましてですね、で、せっかくお母さんからそれも7月の段階の話になるんですけども、いただいた書類の方をやろうと思った時に、いろいろシステム上、コードとかいろいろ事前に入れとかないと倫理の方が決済にならないっていうところも難的なところの話になってしまうんですけども、そこはちょっと結局間に合わなくてですね、で本来であればすごくお母さんの方に行ってその辺の、ご説明、っていうのをですね、と印鑑をいただかない件とかもあったんですけども、それがちょっと、できてなくてですね、こういう形になってた次第です。支店長は名前どういう展開で、支店長の名前はどういう展開で、ちょっともう支店長、その時の支店長がちょっと変わりましてですね、変わっちゃった、この8月、8月1日やね、はい、話ですよ。支店長は7月1日に変わりまして、本来であれば私の方がですね、責任を持って、すみません、小川さんの方に話といいますか、させていただかないといけなかったんですけども、支店長はそれは
ほんまに7月に変わったんかどうか知らんけど。7月って言ってくるの。うん。支店長が変わったけ、決済が降りん理由は、まあ、じゃあ嘘やろ。今の説明だったら。すいません。はい。質問して、そこは嘘をつく必要だったのかな。すいません。まあ、もう本当、そこはですね、すみません、もう取り繕っていうこともございません。本当、そこはもう本当、私の方いや、だからね、不思議ないよ。はい、それのそばに説明してくれないのに、そうですね。なんのための嘘かの、ね、すみません、それはですね、うん、本当、そこはもう、本人が。最初、叱った時に、たまたまそうやって言ったんなら分かるよ。はい、まあ、その時も言った。で、後からわしが、の、普通にあんたが気出してからよ、の、とさせてくれ言うけ、はい。それで、ほんまのとこはこうじゃったんじゃないんか言うて言うちゃって、わこっちは腹割って話しちゃうおるのにね、はい、そこでも言うたんやの。いやあれはほんまなんですよ、支店長が変わったらね決済がどうやらこれって言うたんやの。すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼、大変申し訳ない。その時、岡田さんのところ、僕が来た時は7月中旬ぐらいだったのがお話だったと思うんですけど、その時もちょっと支店長がまだ不在の状態でして、引き継ぎ、まあ、新しい店と、ごめんなさい、内部店のところで申し訳ない。それはまあ、そこも許してもらうね、うん、そこも含めまして、うん、ちゃんと、すみません、岡田さんに、お詫び、とご説明を、その時に、もう分かるか、本当、岡田さんにご理解いただく形でさせていただくのが筋だったんですけども、はい、もうそこも最大の原因でございます。本当、そこにつきましてはですね、私の方はですね、ちゃんと岡田さんの方に回らさせていただいて、やっぱり詳しくというか、もうきっちりした形でご説明させていただくのが、筋だったところですね、結局のところ、できてない。もう、それは、理由はともかくできておらん段階ですね。今回はじゃあどうやった今回は。今回の方はですから、すみません、そこの時に、岡田さんの方にご連絡させていただいてですね、訂正とか、要は書類がですね、もう一回書き直し形になるんです。いただいた書類。その7月の時に7月。6月末の時に7月末の時に、うん、もう同じようにそのシステムのところで間に合わなかったっていうところでございます。うん、はい。で、それ以降、要は8月になった時にですね、うん、まあ、担当、別の担当の者 の引き継ぎが、すみません、本人の方が、も含めまして、できてなかったですね、うん、結局、ご連絡等が、岡田さんの方に、行ってなかったっていうところも。あんたまですから。先ほど転勤したのも、すいません、そこはですね、最大の、本当の、思われてもしょうがないところでございます。本来であれば、こちらが、岡田さんの方に、わざわざお時間を取っていただいて、お話をさせていただいて、で、せっかくお時間を取っていただいて、いろいろ、じゃあ岡田さんは分かったと、まあ、お前そこまで言うなら、というお気持ちをいただいた上の、でも関わらずですね、結局岡田さんのお気持ちを裏切った形の、まあ、結果になったことにつきましてはですね、大変、まあ、本当、申し訳ない。というところでございます。本当そこにつきましてはですね、決して決して言いますが、結果的にこうなってしまったことにつきまして、本当にお詫びを申し上げることしかできんのですけども。はい、農業を応援する銀行じゃないてしょうるもんがよ。はい、俺の応援どころか邪魔しょうるわよね。そうです。本当、お母さんのせっかくの、まあ、お忙しい中、お時間取っていただいて、咲いていただいたとかですね、まあ、いろいろ動いていただいたところもあったもんです。これで、まあまあまあ分かったよ。これで、8月も今回も結局同じことで、まあ、この本人はどういうつもりでそれを挨拶もなしに行ったんかい。はい。ね。はい。携帯電話も番号着信を消さない賢者のことの言うてからよ。番号がわからんけ携帯に一本も入れれんかったいうことがあり得る。いや、前です。じゃあ、それを本当もう、違います。本来であれば、土日を使うてでもですね、やっぱりお母さん、じゃあ確かに今、ま、うちの移動の方が、今、例えば1日に出ました、で、次は明日が続いてと、で、引き継ぎ期間も、まあ、1日か2日と、まあ、実質、まあ、2日間しかないんですけども、まあ、中で、まあ、まあ、られないけん、まあ、それはもう、うちの勝手なところもありまして、お客様については、そのことは理由にならんもんですから、はい、やっぱりお客さんの方に、現状とですね、その辺をご説明に上がらさせていただいて、ちゃんとお話をさせていただいてですね、まあ、次の担当のものはこうなりますと、で今こういう状態ですと、申し訳ございませんと、で今こういう形で進めさせていただいておりますという、まあ、途中段階およびお詫び含めましてですね、ご説明をさせていただくのが筋だと思います。で、まあ、そこを、まあ、本人できなかったところもありますし、まあ、そこは私の方も管理できてないところもあったものですから、
しましてですね、大変ご迷惑をおかけしたところで思っておりましてですね、で決して農業の方の邪魔をとか支援をしない命題を掲げておりません。基本的にはお客様のご支援、とかですね、そういった分のお手伝いをさせていただく銀行と思って我々も努めて今来たんですけども、結果的に、今そうなって、こういう状態になってしまったことにつきましてですね、大変申し訳なく思っております、ね、引き続きがもうその辺はもう一遍お母さんに許していただき礼を持ってもう一遍開始いたしましてですね、そこはもう一遍と進めて参らさせていただこうと思っておりますんでですね、ぜひまた何とかこうよろしくお願いさせていただきたいと、それも個人的なところなんです、すみません。それはまあ頑張ってもらえないけど、わしはまあもうとにかくまあ無理じゃけね、ああでも言っても、はい、それで本来なら小川にわしも別にごつ声で大きな声出して、はい、いやいや言うつもりはなかったんや、ほんまならの、はいはい、クレーム処理の大原則な迅速かつ誠実でしょ、はい、これ全てが欠け取るわけよね、はい、平気で大嘘をつくごまかしの、はい、それじゃダメなんよ。結局それはうちら結局100万円そこらの融資の話じゃけど、たったこれ一つがなくなったって意図も解もないんじゃろうけどよ。それけどわしが結局あっちこっちがこがなんでつまらへんでって言うて歩いたら信用がガタ落ちで、これほんまに。まあ、地元の金融機関といたしまして、やっぱり地元で活動していらっしゃるお客様、個人の本当個人のお客様を含めましてですね、やっぱり地元の方とのつながりっていうのを一番求めて考えておる銀行にもかかわらず、もう本当そういうことになってしまったことにしましてですね、本当そこはもう本当もう申し訳なく思っておりますですね、引き続き何かあった時にはそういう体制作りは引き続きさせていただこうと思っておりますんでですね。それにしてもおいらが遅いよね、対応が。すいません、あれ、月末にね、もしかり上げて今日中じゃバカたれ言うて、そういう汚い言葉も言いましたよ、はい、ね、はい、ほいで言うたな映画小山顔が参っとったけ、はい、月末で数字もあるんじゃろうし、はい、他に業務も忙しかろうけ、はい、わし周りむちゃ言うちゃいけんの思うて、はい、今日中じゃのうてめえけ、はい、段取りついたら連絡してこいや、はい、ね、はい、それが週明けて水曜日じゃ行け、はい、水曜日でどうですか行け、じゃあそこの3時に向けてわしこっちはこっちで段仕事の段取りしようったら、昨日かいの、また来週の火曜日でどうですかって言うてくるもんだけ、おとついかあれ、ことにはならんじゃろ今に、はい、これでその月末の時に副支店長に朝から晩まで連絡が使えたあのことがあるんですか。ちょっと私の方もですね、すみません、月末でちょっと本部の方も行ってたりして、今なかなかその携帯とかもちょっとすみません、私の方が意見があったんですけども、すみません、ちょっと電源とかちょっと切り取ったこともありましてですね、ただ言ってもそれも言い訳でしかないです。本来であれば支店に電話してなんとかその辺も都合つけるべきだっただろう思うんですけども、その辺の本人も意識が不足しとったこともありましてですね、お母さんの方にその辺のご連絡っていうのが結構遅れ結局、さっきおっしゃいました迅速かつ誠実っていうのが全てもう要は後々になって、結局お客さんがもうっていうもうお気持ちになったところにですね来たとしても、それはもうどうですか、もう極端な話、私も逆にお母さんの立場だったらもうええわと、もうどうですか、諦めと言いますか、もうどうですか、もうかける声もないわというところの今の状態なのは十分分かってます。本来であればもっと早くお母さんの方にやっぱり一日でも早く、極端な1時間でも1分でも早くやっぱり来て、やっぱりお詫びすることはやっぱお詫びせないといけないですし、ご説明させていただかないといけないとか、ご説明させていただかないといけないですし、そうミスというものは人間じゃけ誰でもあるんよ、はい、のミスいうな、だけどそれが起きた時に、はい、こういうクレームになる前にまず自分から動くのが大前則じゃし、クレームになった時にはさっきの言ったように迅速かつ誠実、これしかないんよの、ほいでこのクレームの時いうのはほんま言ったら一番のチャンスなんで、一番最初に最善の手を打っとってみいや、逆にこれががっつり結びつくんよの、それがもう全部はおたくらはもう捨てたんじゃけね、ハーモンないよ、うちには。だけもう分かったっけ、書類を全部出して帰ってくれりゃ、はい、ね、そこはですね、おっしゃった通り、今お話しいただいた通りなんですけど、一番、当然お客様ももう気分を害してっていうところもあって、逆に言えば
まあ、今お母さんおっしゃる通り、一番お客さんが本音、本音、お客様が本音で話せる、まあ、一番もしかしたら機会だったかもしれないんですけど、それをまあ自分の、まあ、我々の方が、まあ、閉ざしてしまったというところでございます。はい、まあもう遠景分かりましたよ。はい、書類をね、わしも気持ちが悪いけど、ね、それはえっと変えて、はい、書類も出してるもんが何回も何回もこれならんの、なんか悪いことに使われるんじゃないだろう。もうはい、そのだけもうすっきりさえて、はい、もう全部置いて帰ってもらえや、はい、それでいいですか。すいません、すいません、ちょっと封筒がですね、申し訳ございません、はい、こういう封筒になってしまって、申し訳ございません。すみません、前取っていただいております印鑑証明、5つずつでございます。とあと免許証、はい、あ、決して他のものには使っておりません。はい、で、とすみません、お母さんの方の免許証、あ、裏、あ、奥さんの方の裏のところでございます。であとすみません、お母さんの、すみません、約束手形、まあ、本来は実行しておかない原文が出てきておらんもんですいません。とあと、保証書書いてある書類でございます。あと個人情報、はい、と、これは自動振り替えといいまして、口座からもし融資させていただきましたら、自動資金引き落としになる用意でございます。であと当初のすいません、借入れ申込書という形でございます。であとこれはFG の同意書という形の確認書でございます。はい、と、最後に、すいません、こちらの方が当初、金融機関の取引にいた際の銀行取引約定書ということで、2部あります。1部は手前ども、1部は岡田さん用の原本という形で、当初ご記入いただいた分でございます。はい、それ今回はここでどこへミスがあったわけ。ミスはですね、岡田さん、これが要は実行になる前にも書いておって、結局この7月31日に承認、まあ、実行といいますか、臨機の方の決済が要は間に合わな、サービスで間に合わなかったというところで、要はその辺をもう要は本人がやろうやろう思って動いた、でもただ準備ができてないのに動いてしまったというところ、まあ、そこはもう本人および私の方の、まあ、管理不足で、結局要は後々になってしまったという形でございます。はい、それがいつ分かったの。半普通その日に分かるよ、これ通ったか通らんかとか分かっとって変わったんやろ。大丈夫、わしにまた叱られる気を持ってや。まあ、すみません、自分の心のところがですね、すみません、まあ、弱かったと言いますか、ようお客さんの方に伝えることができんかったというところでございました。はい、まあ、わしめっと、はあ、それはまあきついことで、はあ、はまあせんけどよ、の、あんたもはあ、何遍もやったにき、はあ、勉強せえよ、の、あります。ほんま言うたら、ほんまで何回も言うようじゃけど、クレームの時は最大のチャンスなんで、ほんまは。ほんまに言うとっちゃるが、これからそれ肝に銘じて仕事すればええことになるよ、チーターの。すいません。少年入れて仕事をせえよ。プロの仕事をせえ言うたろうがいいや。はい。ほんま。ねえ、福祉店長。はい。そういう教育してくださいよ。はい、わかりました。目先の数字を追わんこうに、はい、ね、数字がいかんのんじゃったら、はい、そがの無理な数字を追わん、いきまへんって上に言うて、はい、下ものもんのケツを拭く、はい、それが中間管理職ですよ。はい、ね、はい、まあそういうことですわ。はい、お母さん今おっしゃった通りでございます。やっぱり結局目先を追った結果がもう無理して追った結果、結局帰ってもうそういう最悪の結果といいますか、最悪の結果よ。そりゃほんま、そんな時間何の時間にもなるでね、彦さんにとってみてもない、で一銭の売り上げにもならん、わしは時間をロスしとるね、はい、何の時間でもない世界一無駄な時間だけどね、申し訳ございません。うん、はい、もう今まあお母さんおっしゃられました通り、要はやっぱり、まあ、プロの仕事、まあ、お母さんもこの道で、まあ、プロですし、我々も、まあ、年関係なく、まあ、やっぱり銀行に、まあ、企業を勤めている以上はその企業の看板を背負っておりますので、やっぱりその道で、まあ、プロといいますか、まあ、プロというか社会人としての、まあ、当たり前の行動といいますか、はい、を取っていかないといけないというところをですね、もう一遍再度まあ、私自身も含めてですね、もう一遍認識させていただきまして、まあ、二度と、まあ、このことがないようにですね、いたしましても頑張っていこうと思っておりますんでですね、まあ、なかなかお母さんに許していただく難しいとは思うんですけども、まあ、何かの時にもしかしたらですね、お声をかけていただくようにまた引き続き頑張っていこうと思っております。まあそれはないけどよ。はい、うん、まあもう分かりましたっけ。はい、おやけ、母のほんま少年入れてやってくださいよ。
りで、まあ数字大変だけどの、いかんときゃいかんいう、そういう性根も持っとかにゃ、そらなんで思い詰めて鬱になって首つっとるもんがおんでしょうが、銀行でも今回でも山口の方で死んどるもんもおるし、あかんことになるで、ほんま鬱になったら、普通じゃったら自殺するぐらいならやめりゃええのにって周りのもんは言うけど、鬱になったらそがんなことにならんのんだけ、死ぬことしか考えるようになるの、そがな仕事をなん、そがなことで命捨てたけってな、クソにもなれてんのんで、ほんまの胸張っていけるような仕事をしてくださいよ、はい、ね、以上、すいません、ごめんなさい、教えていただいて、ありがとうございます。まあ、待ってくださいや。まあ、これじゃ、支店長じゃがね、はい、最後の最後に、いや、そうです、いや、そうです、あの、申し訳ない。まあ、ええよ、別に。はい、そういうとこよ、支店長。そうですね、はい。そういうとこ。はい。もういいです。はい。いや、そうですね、あの、いや、もう、大川さん、いや、別にすみません、あの、本当、そこはですね、申し訳ございません、あの、すみません。ほんま、笑いたらしい。いやいや、あの、はい、申し訳ございません、すみません。まあ、ええけど。申し訳ございません、いろいろすみませんでした。はい、はい、はい。まあ、はぁ、しかつけないようにして、この若いもんも含めたら、ほんま、大事になってもいけんし、ね、まあこれ以上いろいろと言ってやや声やれて大事にもせえもせやせんしね、しっかりやってください、すいません、はい、ということでね、いかがだったでしょうか、まあ意外とこうね、そんなに今意外とというかそんなに声を荒げることもなくね、まあ淡々と話をしたんですけども、まあ結局ね、何回聞いてもそのようわからんのですよ、どう考えてもね、まあその結局あれなんですよ、その稟議を通さずに勝手に突っ走ったので書類が間に合わなかった、システム上間に合わなかったので結局稟議を通ってないので決裁が下りないみたいな、なんかようわからんようなことなんですけども、まあそれ1回目はそれでいいとしましょうや、で全く同じことを2回もするかないう感じでね、どうもそのこの時ですら本当のことを言ってないような気がするんですよね。何かあるんじゃないかなと思うんですけども、もうまあ結局その僕がまあ金銭的に被害を被ったということでもなく、まあまあでも被ったといえば被っとるんですけどね、その印紙代ですとか、ね、印鑑証明のお金ですとか、印紙代も結構バカになりませんからね、はい、でまあそれにかけた時間、その時給で考えるとまあそこそこの被害ではあるんですけども、まあそういったことでね、まああれ以上ね話してもどうにもなるので、まあそこからまあ僕もね、その本店の方にこう苦情を入れたりとか、クレーム、まあこの音声の中でもクレーム対応、クレームという言葉を使いましたけども、まあクレームというか、まあ当然の主張ですよね、僕からしてみれば。まあクレームということではないんですけども、まあそういった感じですよ。で、そのまあ本店の方にそういった声を上げることもなく、まあそのまんまそれ以降なんですけども。で、まあ最後にね、そのまあちょっとあれ笑っとったのは、和やかな感じで終わったわけじゃなくて、結局ね、副支店長がその書類を揃えて持ってきた袋が、普通はそこのね、金融機関のピシッと袋に入れてくるじゃないですか。それをね、なんちゃら対極拳みたいな、なんか、わっけのわからん、ちょっと今日も持ってないですけど、帰って倉庫に行けばあるんですけども、ボロボロのわけのわからんような袋に入れてきてね、すいませんでしたって言われても、それもなんかどうかな、なんで逆にその自分とこの金融機関じゃない袋にそれが入っとるんかっていうのもなんかうさんくさいし、結局ほんまなんか賞をもよったんじゃないかなと思うんですけども、ようその辺もようわからんですけどもね、ただただ本当にその
臨機を通さずに決裁降りなかったのか。でもそんな同じことをもう分かっとるわけですからね。臨機が通らないと決裁降りないと実行できないのは分かっとるわけで、それを同じこと2回もするのはどう考えても納得いかないんですけども、まあね、あれ以上言ってもしょうがないんで、まあ、あんな風になりましたということでね、まあそれ以来そことは全く何の付き合いもないんですけども、口座開設した通帳には1000円ほど入ったまんまで下ろしに行くのももうめんどくさいんで行ってないですけども、まあいろいろ言いましたけども、本当にね、そのああいったこうね、お客さんとトラブルになった時というのは本当は本当にチャンスなんですよね。そこをうまくというか本当に誠実に対応して、まあ、あの言葉はちょっとあれかもしれませんけど、うまく乗り切れば本当はそこが不渡客になる可能性大なんですよね。マイナスから一気にプラスに転じることがあるんですよ。そういうね、そこの本当ちょっとしたことでね、前ちょっとしたマイナスが大マイナスになったりするんでね、まあもしね、この動画を見ておられる方で営業関係のお仕事をされとる方がおられればね、本当ミスった時は迅速かつ誠実、これしかないということをね、肝に銘じてやっていただければなと思います。何らかしらの教訓になれば幸いでございます。でもしこの金融機関のね、この時の金融機関のその2人ね、副支店長が今どうなっとるか、店長支店長なっとるかな、あの感じじゃな、まあでもね、分かりませんが、その若い兄ちゃんもね、やめとるんか続けて頑張りおるんか分かりませんが、そのまあ今さらこの動画上げてどういうことじゃないんですけども、まあもし見てね、こうこの動画を見てね、その時よりも進歩した自信があればね、またひょこっと顔でも覗かせてもらえれば、まあすんなりいろいろ取引するというわけにはいかんかも分かりませんが、まあ話ぐらい聞いちゃるんでね、そしてなんか悩みがあれば本当話ぐらい聞けるんでね、まあもう怒ったりすることはないと思うんで、もしこの辺フラッと寄ることがあれば寄ってみてもいいんじゃないかなと思う今日この頃でございますが、まあまず見とることはないでしょうこの動画をね。はい、ということで、今日はこんな感じで終わっておきたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ、ちゃんとショーで。